かつて少年市場において漫画市場においてこれほどかっこいい関節技があっただろうか、サブミッションはあったでしょうか。どうもこんばんは。これで終わりだ筋肉マン。左右に揺さぶっても絶対にほげない、あれ地獄フォールドですね。はい、これはどうやってほどく、カジマのクソの力でもほどけなかったですから。はい、ウォーズマンが、持久戦、苦手じゃなかったら確実に負けてましたね。でもう一個、これ二大関節技ですね、筋肉バスターですね。バカなパロスペシャルの他に完璧な技などあるはずがない。あのね、もうこの後に闇落ちして、この後に及んで完璧な技なんて言ってる時点でお前の負けだと思いますけどね。僕なんていうのはもう本当にね、完璧なんてないから、もう完璧やって言っちゃってる時点でもう負けなんですよね。もう成長がないし進化がないからね、もうそこで終わっちゃってるからね、もう完璧やってもう終わらせてるんですよ。だから本当にね、世の中に完璧なんてものはないし、自分は完璧じゃないっていうことを理解してから、筋肉マンに戦いを挑むべきでしたね。うん、まあ闇落ちしてないんでね、原作ではね。うん、まあもうご破産にしておきます。まあ大妻との指定関係もご破産にしたみたいですけどね、この回ではね。まあ、このセリフもご破産にしてあげましょう。マリさんがいますね。はい、マリさんがいないといけません。はい、マリさんがいないといけないんです。だからまあ書きました。まあこれは私の書きたかったことということですので、もう一個言いたいことは、パロスペシャルと筋肉バスターから決着してのこれですね。これ分かります、これ。来るなーっつってガカー、雷がカーって、このオズマンの雰囲気ですよね。これはやばいですよ。パロスペシャル、パロスペシャル、筋肉バスターで決着しての、これこの雰囲気、この雰囲気を分かってほしい。だからもう原作読んでほしい。もうこの表情でね、まあ、これトラウマっていう人いるみたいですけど、この表情で全て分かるんですよね。彼のオーズマンの反省の悲しみが。これは読者の顔だから、もうこれもこのビビンバのこの顔めっちゃいいんですよ。ここね、ロビンマスクもなんかもうちょっと寂しげな、もう同情とかじゃないんですよ。何この顔とかじゃない、あのね、悲しみが全部伝わるのよね。このどういう人生ね、やっぱ顔で人生って伝わる、目とかでも、いやこれ現実でも、うん、どういう人生歩んできたの、この顔でね、もうオーズマンの涙が伝わるんですよね、反省の。それに対しての、っていう雰囲気、完璧ですよ。この回は天井やね、はっきり言って。もうリングに稲妻走りですよね。ほんまに心に走ったな。もうほんまにね、もうしつこいけど、少年史上2大サブミッション、関節技、ここまで派手にかっこいい表現の天井、ゆで卵先生はもう何かの殻を破っとるね、この瞬間。ゆで卵だけに、もう全然おもんないもう全然面白くないですね。うん、まあでもしかしこれは面白いです。まあ、この動画は面白くないけども、これは面白いんで、ぜひ読んでほしい。知ってほしかったですね、パロスペシャル、そして筋肉バスター。首折り、背骨折り、また先、一度に集約した完璧な必殺技。もうね、元気玉とかカメハメハとか、ジョジョの奇妙な冒険で言うたらスタンドですよね。誘白やったらレーガンとか、コブラやったら、最後はもっと遡るなら大友克彦のアキラ、念動力ね。そういう体以外の派手なアクション、放出系の能力でかっこいいっていうのがある。アバンストラッシュもそうやし、前言ったらガトツとか、なんていう地味なものあるじゃないですか、二重の極みね、コンコンってやるやつ、一撃目の衝撃が逃げる前に二撃目入れるとか、ガトツとかね、うん、まあもっともケンシロウやったらあたたたたたみたいな、飛行ついてみたいな、でも派手なブブワーヒデブーみたいな。関節技サブミッションでここまで派手にかっこよく胸熱やんってなったのは、もうゆでたまご先生だけ。ほんま天井でした。はい、本当に面白いんで、ぜひ、原作を読み、返してみてください。はい、ラーメンマンと筋肉マンの心の受信もいいですよね。脳をえぐられたラーメンマンが筋肉マンに心の声を送るわけですよ。で、心でキャッチする、機械に屈するのが筋肉マンっていうあれもいいですよね。チャンピオンは腰に、ん？何だっけ、ラーメンマンが言うんですよ最後。チャンピオンは、ベルトに腰のぬくもりを伝える暇もないということを覚えておくんだみたいな。はい、そう、もう天井でしょ、表現の一個一個が。これ以降はほんまにね、僕も
正直僕は惰性で見てました。この雰囲気がもう一回来るかなと思って来なかったけどね、もう怖いってバッファローマンにビビり、片手のベアクローがないことを忘れて、ネプチューンマンにパロスペシャルをかけあっさり破られる。カジバのクソ力すら破ったのにね、パロスペシャルは本当に惰性で見てた。そしてマンモスマンにうぎゃー筋肉マンですよ。まあこれは呼んでください。本当に悲しい、本当に惰性で見てた。うん、もう戦々離脱率が激しいオーズマンの、まあ、扱いに困ってたんでしょうけどもね、うん、なあ、だからね本当にね惰性オーズマンに関しては惰性で見てました。ビビンバとの恋もね、何かをちょっと、まあそれはまあ別の動画で上げてますんで、もし出会うことがあったら見てください。まあそんなことでご視聴ありがとうございました。次の動画でもお会いしましょう。はい、パロスペシャルと筋肉バスターですね。良い子は真似しないようにね、できないっつのに。ではまた、バイバイ。